夕食時間が遅くなればなるほど腸のお掃除タイムが遅れてしまうんですね。あまりですね、刺激的なことは避けることですね。逆効果になります。毎日日記をつけてみましょう。どうも、福岡天神内視鏡クリニックの秋山です。さて、私はですね、前回前々回とですね、腸活的な朝の過ごし方7か条、昼の過ごし方7か条をですね、動画で配信しました。で、今回はですね、腸活的な夜の過ごし方7か条をお送りしたいと思います。仕事が終わってですね、自宅に帰って一日の疲れをですね、自宅で癒す時間帯になりますので、腸も癒してあげるようにしましょう。チャンネル登録とですね、便利なベルボタンの設定の方もよろしくお願いします。それでは張り切っていきましょう。一つ目ですね、夕食は就寝する3時間前には食べてしまいましょう。食後すぐはですね、交感神経が刺激されているので時間を置くことが必要です。で、そうすることによって今度は副交感神経の方がですね、こう刺激されていきます。で、これによってですね、就寝中は腸の蠕動運動が活発になります。つまり夕食の消化吸収が一段落した後に散らかった腸内のお掃除タイムが就寝中に始まることになります。ですので、夕食時間が遅くなればなるほど就寝中の腸のお掃除タイムが遅れてしまうんですね。翌朝にしっかりとした便を出しやすくするためにもですね、腸のお掃除タイムは重要ですので、これはもう注意してください。2つ目ですね、夕食には納豆やヨーグルトなどの発酵食品を食べましょう。納豆やですね、ヨーグルトなどの発酵食品を食べることによって腸内細菌の善玉菌が優位に増加します。で、これによってですね、腸の蠕動運動ですねの活性化や食べ物の消化吸収、これがスムーズになります。で、さらにですね、腸内細菌の多様性も向上するので、お腹の痛みとか腹部膨満など、まあ、お腹の症状ですね、こういったのもすぐ対応できるようになります。まあ、できればですね、その他発酵食品と一緒に食物繊維も積極的に摂るようにしましょう。ただしですね、あまり摂りすぎると今度逆にですね、お腹が張る原因にもなるので注意してください。それでは3つ目ですね、夕食後から就寝するまでの時間はリラックスタイムにしましょう。リラックスした時間をですね、作ることによって、またこれ副交感神経ですね、これが刺激されて腸の蠕動運動が活性化されます。で、それによって消化吸収が促進されます。お風呂に入ったりとか、音楽を聴いたりとか、読書したりとかですね、好きなことをして時間を過ごしてください。で、ここでですね、気をつけたいのは、あまりですね、刺激的なことは避けることですね。例えば刺激的な映画や動画を見たりとか、興奮するような音楽を聴くっていうのは逆効果になります。交感神経が刺激されてしまって腸の動きが低下しますので、ここは注意してください。4つ目ですね、ゆっくりと湯船に浸かってお腹を温めましょう。40度前後のお湯にですね、まあ、15分ぐらいはしっかり浸かりたいですね。で、これによってですね、このお腹が温まってきますの で、これで副交感神経が刺激されて腸の蠕動運動というのが活性化されます。で、どうしてもですね、シャワーだけで済ませてしまう場合はですね、シャワーをお腹にこう当てて、の字をこう描くようにシャワーマッサージっていうのをしましょう。で、これだけでですね、腸の血流が促進されますのでね、ぜひ試してみてください。5つ目ですね、日記を書く習慣をつけましょう。お腹の痛みとか腹部膨満、お腹の張りですね、便秘とか下痢などの腹部症状ってなかなか治らない方多いんですけど、そういう方はですね、毎日日記をつけてみましょう。日記の内容はですね、何でもいいんです。今日起こったこととか、明日の予定とか、何でもいいのでこう書いてみてください。で、毎日ですね、日記を書く習慣をつけることでストレスに強くなるっていうふうな報告があります。実際ですね、腹部症状が治らない方が
日記を書くことで半分の方がですね、腹部症状が改善したっていうデータもあるんですね。免疫が上がるという報告もありますので、ぜひね、実践してみてはどうかなと思います。6つ目ですね、布団に入ったらお腹のマッサージをしたり、楽しいことを考えたりしましょう。布団に入ったらですね、まずはお腹のマッサージをしましょう。下腹部からこう時計回りですね、こんな感じですね、時計回りにのの字を描くようにマッサージをします。両手を添えて少しだけですね、こうお腹がポコッとへこむぐらいの強さで、5秒間で一回りするぐらいのスピードでマッサージします。でこれをですね、30秒程度マッサージすれば良いと言われてます。でマッサージが終了したらですね、1日頑張った自分を褒めてあげるのもいいんじゃないかなと思います。ポジティブな気持ちでですね、眠りにつけば腸にもいい影響を及ぼしますのでね。最後7つ目ですね、日付が変わる前には寝ましょう。日付が変わるですね、24時までにはですね、布団に入っても寝ましょう。これによってですね、夜間は副交感神経が刺激されますの で腸の蠕動運動というのが活発になります。で翌朝の快便につながってきますのでね。以上になります。これでですね、腸活的な1日の過ごし方、朝昼夜ですね、それぞれ7箇条ずつでしたので、21箇条すべて揃ったことになります。でここで挙げたですね、21箇条すべて行うことはですね、なかなか難しいと思いますね。ですのでこの中から自分ができそうなものだけをですね、ピックアップして実践してみてください。そうするとですね、自然とですね、腸内環境良くなってきますのでね。それではまた次回お楽しみに。